はい、タイガー・ウッズ対ペントレーのクラブ、第2本目です、ここまでカイト君に2バーディーです。自分のクラブよりもタイガー・ウッズの方が相性がいいんじゃないか説すらあり、調子がいいです。おお。めちゃめちゃいいすぎいやマジで僕初めて打つような球です僕割とバーン、うん、ドーンどういけるねよかったよかったそれは小池さんはタイガーのクラブセットを、カイト君に提供してくれた方です。おーナイスボール完璧やいいタイミングで当たるよな。ランザンはどんなコースなんですか。じゃあよく来てたっていうことなんですけど、ランザンは、うん、でもなんか人それぞれ得意な人もいれば、うん、もうランザンはちょっと無理っていう人もいるんで、でもなんかグリーンがすっごい硬くてすっごい速いとき、うん、とすごい遅いとき、うん、差がすごいあるんですけど、うん、今日遅めでしょ。今日そうですね、なんか、うん、去年日本女子アマ、うん、ここでやってるんですけど、うん、そのときめちゃめちゃ硬くてめちゃ速くて、うん、みんな泣いてましたあグリーンが結構特徴なんですね、はい、うん、確かにね、ちっちゃいしね、はい、ピンは右にあるんですけれども、右に曲げていくのか。うん。ああ、当たっちゃった。さすがのベントレーでも突き抜けはしなかった。自分のアイアンよりずっと高く上がった？はい、高く上がりました。ああ。ピンまで130、ピンは手前。おお、いいんじゃないの？あら、右に行っちゃったか。何番？ピッチング49度。うん。130。低っ。なんでピッチングとかになってくると球低くするんですか。やっぱり、うん、あのボールが飛んでる時間が長いと、うん、風に影響されたりとか、うん、あとはあのスピンが入りすぎてたら球が上に上がりすぎちゃったりとかあるので、うん、あの基本的にはもう低く全部スライスとかフェードで揃えるようにして、ピーキューはもうそれしか打ちたくないです基本。そうすると、もうそのまま飛んでくれて球も狙いやすいです。へえ。逆にあそこまで、うん、あの狙いやすいクラブと曲げやすいクラブだと、うん、なおさら低い球しか打ちたくないです。へー。深いパーンって球は全く持って、あ、そういうもんなんだ。いけいけ、あー、さあ5番ホールまたミドル、はい、ミドルです。うわー、しっかりしてんな。前方のバンカーがいい感じに乗っかってます。スミ選手はスプーンを使うそうです。上がるな。声はしたけど左に行かなかったですか。大丈夫です。ああ、なんだかんだ打てるとこ広いんだね。ね、ちゃんと当たったけど。すみません、タイガーウッズのフルセットっていうことで小池さんにも聞きたいんですけど、タイガーウッズさんらしいリアクションって何なんですか。タイガーウッズはこの下からのこのガッツ
これじゃないですか、これ。ああ。めっちゃやってます。そうそうそう、それそれ。めっちゃやってる。めっちゃやって、1ラウンド1回くらいやってるくらい。いやいやいや、もっとやりますよね。もっとやって。もっとやんの？こう。え？そんなやるの？え、結構やってる。え、それパター以外でもですか？いや、ロブショットで入れた時よくやります。へえ。なんかあとなんかこれやってほしい。これなんかこれ打った後なんかこうやってやりながら歩いてるやつ。ああ、それよりも、うん、あれだけどな、カット打ちの時の、はい、ちょっとこのフィニッシュこれやってほしい。タイガーのパー3のあれ好きですよ。ガム噛んでんだよな。ああ、なんか真剣な顔でね。次じゃあ鷲見選手のっぽい動きも見たいですね。注目ですね。はい。ああ。あ、跳ねる。距離的には一緒くらい。じゃない？手前？めちゃめちゃ飛ばないんですよね。なんか。うん。いい当たりはするんですけど、うん、はい、鷲見選手狙えますね。いやー、すげえ、何それ。ちょっと大きかったですね。でも全然大丈夫です。止まった。はい。パー。どうや。怖い、ヒロの巻き気をつける。お前2回目。あ、おー、いいね、いいね、振ったね。あったかくなってきたね。バンカー入っちゃった。あ、超えた超えた。いや、あのね、あゆちゃんね、やばいよ。やばいですよね。際の際にいるよ。引く。あの、木の間行ったよね。左か。さあ、風光明媚なこのコースに木村選手の球はいい感じに輝いています。ここから木村選手はどうツーオンさせるのか。このままかんない。あ、でもまだ構えられる。ウッド使う？ウッド使います。おー、すごいな。おお、たったけど、おー、ドロした。おお、すげえ、ナイスドロー。ギリギリ。いや、あれ狙ったの、あの球筋は。もうちょっと返ってくるかなと思ったんですけど、うん、ギリギリ。ナイスボールです。さあ、鷲見選手、ナイスショットを打った先にはバンカーがありました。全然危なかった。転がって入ったんじゃないの。え、転がって入ったんじゃない。こっちから入ってる。うん、ワンバンで掘った。だからウッドとか使ったら終わってたんだ。ウッドでだからあっち打たなきゃね。あちゃあ、集まってこない。ちょっと右の方行っちゃったな。5番をやっちゃったからね。そう、5番がないからちょっと大きかったかもしれない。うん、おお、いいんじゃない？あれ？
左行っちゃった。バンカー2バンカーですね。バンカー2バンカー。うわーすげえ。すげえ。距離感って握り方で作るんですか。あの位置の位置で。結構関係してます僕は。あ、そうなんだ。グッて握った時ほど飛ばないです。緩めてる方がヘッドが走るから。だからどっちめっちゃ近い時は逆に超緩ませたりとか、でもペラペラに開いて。うん。小田さん見て。来い来い。おいバディ、おーおいスパーマッチで並んでいます。ベントレーがタイガーウッズに追いつきました。追いつきました。うん、ここからちょっと排気量上げて 6000cc でいこう。はい、上げてきますね。うん